はい、ゲームコレクターの作家です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、ゼロ濡れガラスの巫女。ということで、ゼロシリーズの作品なんですけど、まあゼロというと、もともとこう PS2 でね、3作品発売され、そのうちの2タイトルは Xbox に移植されてて、で、その後、ちょっと時間が経ってから、任天堂の発売元任天堂になって、Wii でね、2作品、かな？1個はPS2 で発売されたタイトルの、まあ、リメイクっていうか、ちょっと作り直したバージョンだったんですけど、で、それで2本出して、で、Wii U に行って、で、出てきたのが、ゼロ、濡れガラスの巫女なんですね。ということで、Wii U でね、結構こう、ゲームパッドってあったじゃないですか。あれでこう、操作するような、結構特殊なね、操作のゲームだったんで、これが、他のハード行くとどうなるのかなーとか思ってたんですけど、ほら、いろんなタイトルがね、任天堂含めていろんなところがこう、Wii U で発売したタイトルをスイッチに持ってくるっていうのをいろいろやってるんですけど、まあ、その一連の流れなんだけど、まあ、この場合は、どうやら、テクモさんじゃない、コエテクモさんが、発売元に変わってるんで、PS2 じゃ PS4 とスイッチっていうね、久しぶりにソニーハードにも出るよみたいな、こういうゼロシリーズになってるんですよね。ということでサイトの方を見ていこうかと思います。こちら、はい、ゼロ濡れガラスの巫女、美しき恐怖再びということでね、まあなんか後ろにいる、後ろに志村後ろみたいなね感じなんですけども、まあこの人志村じゃないんですけど、はい、で2021年10月28日発売予定となっています。ということでね、この下に、まあなんか、違う作品のあるけど、まあちょっとあれなんですよね。ゼロ自体がやっぱりこう、ちょっと結構、紆余曲折あって、結構長い期間、ここ20年の歩みってあって、まあそれが、その PS2 から始まってうんぬんなんですけど。で、これなんて読むんだろう。こっちにあるかな。ひかみ山でいいのか。ひかみ山はかつて、霊場として、崇められる。その周辺には特殊な信仰が伝えられていた。この山では水を、ご神体として、し、人は水から生まれ水へ帰るという輪廻の教えがあった。そのためこの山には死を迎える者が訪れ、この山の水に触れて、最後を迎えることで正しく命を終えることができると信じられていた。また特異な儀式や風習が残っているとされ、陰惨な事件や不思議な出来事があったことも多数報告されている。物語は霊山と呼ばれる氷上山を舞台に、小塚優里、北条蓮、日向美宇の3人によって織りなされる、怪異幻想譚であるということでね。結構こう、多分やっぱりこう登場人物ってちょっと呪われたりいろいろするのだと、なんかこういわくがあるような人の名前にしてるから、結構読みにくいんですよね。これ小塚とかなかなか読めないですよね。まあ良かったです、書いてあって。ということでね、ちょっと登場人物、はい、こんぐらいがいいのかな。ここね、こうやって見ると下にね人が見える、ちょっと見えるかな。小塚優里、鏡の能力を持つ少女、過去に経験した事故をきっかけに他人の記憶や、経験、さらには死者の姿などありえないものが見えるようになる。人には見えないことが見えるため周囲から理解されず、優里自身も見えることの恐怖から他人との接触には消極的なことから、次第に孤立することにするようになった。現在は唯一の理解者である、黒沢、美香が経営する、骨董喫茶黒沢で、彼女と共に暮らしていて、店と影見の仕事を手伝っているということでね。まあ、これ容姿を見るってどういうこと？容姿を見る。あ、そういうことか。まあ、見なくてもいいや。で、これ、他にもね、こうやって、北条蓮っていうから、ちょっと、性別不明な感じあるけど、男の人です。あのね、あんまりね、こう、なんだろう、こう、変
な言い方をすると、コウエイさん、テクモさんの作品なんで、女性ビジュアルには結構凝ってる部分はあるんですけども、必ずしも女性だけじゃないんですよ、主人公。まあちょっと言い訳ね、これは。まあいいや、これ、まああとは、ね、まあ、で、皆さんに見る。で、あとは、まあ、黒沢、ひそかか。ひそかって読むんだ、これ。ミカとか読んじゃった、さっき。まあいいや、はい。で、鏡屋るい。で、ひなさきみく。ちょっと意味深な違う、全く違う絵柄ですね。で、ひみのみ、ふゆひ。で、ここでね、下の絵とちょっとずれてるんだけど、これ、実を言うとまだこれ見れるんですよ。こんな感じでね。ももせはるか。ももせはるか。なんか、芸能人に似てるけど、そう、名前が似てるけど関係ないかな。で、これまだここにもう一個あるんですよね。はい。白菊。これなんかすごい意味深ですよね。うん。というような登場人物がいるのでね。まあ、これ用紙とか、はい。こんな感じです。はい。まあ、怖い。なんかこれだけでも十分怖いかなって気がするけど、はい。で、概要。死の山としてたたられる、なんだっけ、恐れられる、氷上山。ここに囚われ、消えてしまった人々や物を、探し出すため、様々な場所を探索することになった主人公たち。懐中電灯のわずかな光とありえないものを映すカメラ、遮影機を頼りに、次々と襲いかかってくる幽霊たちを撃退しましょう。ということでね。で、基本システム、追加要素、本編クリア後っていうのは多分こっちかな？のシステム。はい。で、今そのシステムのこれ読んだからいいか。ここからか。はい。遮影機。撮影することで、音量を撃退し、封じ込める力を持つ古いカメラ。強化レンズを装備したり、フィルムを交換したりすることによって強力な撮影を行うことができるように、目に見えないものを映し出し、なくしたものを探す手がかりを得られることがあります。音量を撮影した際に、弾け飛ぶ欠片、霊片や、音量が間近に迫った時に発生するフェイタルフレームを撮影すると音量に大きなダメージが。まあ、フェイタルフレームっていうのは、Xbox で発売されたとき、海外版か。海外版のタイトルがフェイタルフレームですよね。で、この、アクションゲームとして捉えると、ここのね、カスタマイズっていうか、そこのところのに凝っていくのが、まあ、遊びどころだと思うんですよ。僕みたいな、ヘナチョコゲーマーは、一番難易度として、まあ、あんまりそこら辺、こう、ごちゃごちゃカスタマイズとか考えなくても、勝てるような感じのね、布陣で戦うんですけど、まあ、そうやんなきゃ僕にはクリアできなくてね。まあ、そういう状態でやってもね、ゼロのね、3作目、プレステ2で出てる3作目がね、プレステ2しか出てないやつね、Xbox にも出てないやつね。あれはね、中盤すごいもう投げたかもしれないな。投げたか投げそうになったか覚えてないぐらい、そのぐらい難しかった記憶があります。はい。まあいいや、そういうことでね。で、影見。氷上山の周辺地域にのみ伝わり、消えた、人や物をの、物が残したヨスが、これに触れることで過去の形、残影を感じることができる特殊な力を、が影見です。白く浮かび上がる残影をたどりながら消えてしまった人を追い、謎を紐解いていきます。この能力を持ってる人じゃないとできないってところが、やっぱりこのホラーのね、いいところですよ。いいところ。まあまあ、はい。で、見取り。音量が消滅しかけている時などに、その姿に触れることで、音量たちがなぜ命を絶ったかを知ることができる能力。探索中に気になるものに触れようとして、幽霊に触れられてしまう場面もあるかも。物を触ろうとした時にこう、テュッて手が出てくるとか、そういうのありましたよね。それぞれの思いを持って探索を進める中、紐解かれていく謎の先に待ち受ける結末とは。で、フォトモード。追加要素。これが今作の追加要素かな。キャラクターや霊にポーズをつけて配置し、画面さ、写真を撮影できる新モード。ゲーム中に怖かった場所で思い思いのシチュエーションを作り上げることができます。もしかしたら思いもよらない心霊写真が撮影できるかもしれません。これなんかさ、
これ、デッドアライブのさ、なんかその、ね、あの、水着のゲームのようなノリになってるよね。うん。っていうか、あの、多分コスチューム、あ、その下に書いてあるか。こちら、もう一個あるね、追加要素。キャラクターコスチューム。新たにユーリや、なんだっけ。なんだか、レンの衣装を用意しました。キャラクター、オリジナル版から一部のコスチュームのラインナップが変わっています。キャラクターの衣装を着せ替えることで、違った雰囲気での探索をお楽しみいただけます。まあ、あの、ゼロシリーズといっても多分 Wii 以降かな。ちょっとどっからか忘れたけど、クリアした後に、その、まあ、2周目とかやり込みするじゃないですか。で、その時用のコスチュームとかがね、いろいろ用意されてて。多分ね、ゼロとかあの辺の時には、なんかマリオとかあの辺のコスプレもあった気がするんですけど、多分、ちょっとね、この Wii U 版でどんなコスプレがあったか覚えてないんだけどね、一応任天堂タイトルだったから、任天堂関連もあったと思うんだけど、今回は多分それがなくなってるんだと思うんですよ。まあ、一番ね、任天堂のね、コスプレでこう PS4 でやったりしたら、ちょっと色々問題あるじゃないですか。はい。まあまあ、そんな感じでね。だこういうところでなんかセクシーな着せ替えとかしちゃったり、水着っていきなり書いてあるけども、これが怖いのかどうかっていうところの、この辺がね、多分周回プレイをやるときにはそういうミスマッチが発生するんだけど、個人的にはなんかアクションゲームというよりはなんかホラーゲームのそのストーリーを楽しむ方が僕の場合メインだったんで、あんまりこのコスプレで遊んだ記憶はないんですよね。あ、これいろいろ見れるんだ。こんな感じで。いやいや、やばいでしょ、これ。これやばいでしょ。これ絶対、あ、これなんだ。これはちょっと、まあいいや。まあ、あの、実際の公式の方見に行ってください。ちょっと僕の感情で変な見え方がしてたみたいです。まあ、それもそれでホラーだって言われればね。うん。だから、こう、結構こうやるとどんどんシュールになってるんだよね。だから、まあ、まあね。まあ、これはこれでキャラになるのかな。で、新コスチューム一覧。ということでね。まあ、いろいろあるんですけど、ここに本作には Wii U の有利水着、なんだっけ、これなんだか、グリビア水着は含まれておりません。ということで。この辺が、まあ、何かしら制約があったんでしょうね。まあ、新アクセサリー一覧の方もあるけど、でも、任天堂というのは特になかったのかな。で、本編クリア後には、忍者ガイデンに登場するキャラクターアヤネを操作して楽しめる特別ミッションが遊べるようになります。しかも CV 山崎若菜って書いてあるから、これはわざわざそのためにボイスも撮ったってこと？すげえな。シークレットミッションアヤネ編は本編の、一ノ島っていうのかな？から、本編をクリアすれば、プレイ可能になるんだね、とにかく。で、一の雫っていうのかな、これ。衆の雫？まあいいや。主人公のアヤネは、なんだ、なんて言うんだっけ、これ。まあ、くのいちで、本編のユーリたちと違い、遮影機は使えません。代わりに忍びの能力を活かして闇に紛れて行動することを得意とします。物陰に潜み怨霊たちをかわしながら任務を遂行すると一味違ったプレイスタイルとなります。いやー、ゲーム内容だいぶ変わるね、これ。これはこれでアクションゲームの方のやり込み要素がアップって感じなのかな。で、あとなんだ。で、こっちに戻って、で、ここにあるのか。またリマスター版ではナンシン要素っていうのここに書いてあるね。だから、新コスチュームとフォトモードをやれるかどうかってところが、まあ、あと本編終了後のね、やり込みがあるか。まあ、そこが多分違いなんでしょうね。あの、Wii U 版とのね。操作方法について特に書いてないな。ちょっと待って、こっちは、これをなんだっけ。で、ああ、これはあれか。過去のシリーズ作品のいろいろ20年の歩みって書いてあるな。まあいいや、これはどうでもいいでしょう。はい。ということで、製品情報。操作方法特に書いてなかったね。だいぶ変わると思うんだけどね。Wii U のこれとね、スイッチとかだとね。
で、ハードが対応機種が任天堂スイッチ、プレイステーション5、プレイステーション4、Xbox シリーズ X、S、Xbox One、Steam と、ほぼ全部やん。すげえな。で、プレイステーション5、Xbox シリーズ X、S、Xbox One、Steam はデジタルのみ。プレイステーション4版、0、なんだっけ？から、なんていうんだっけ？濡れガラスは、濡れガラスの巫女。パッケージ版、ダウンロード版を購入された方は、追加費用なく、プレイステーション5版、ダウンロード版へアップグレードが可能。で、PS4 パッケージ版から PS5 アップグレードには、まあ、あれですね、ディスクドライブが必要ってことですね。で、あとアップグレードにはネットワークが必要。まあ、当たり前ってことですね。はい。で、ジャンルは和風ホラーアドベンチャー。で、発売日は2021年10月28日予定。で、価格は通常版が5280円税込み。まあ、ダウンロードとデジタルデラックスエディションがあるということで、セロ D ですね。はい。というようなことになってるんで、ちょっとね、操作方法について特に書かれてなかったんで、ちょっとそこがやっぱり一番、こう、個人的には引っかかるんですけど、ただまあ僕は、実はね、これ発売された頃に、僕も、その、開発者の方々のね、インタビューをやったんだけど、結局その本がお蔵入りになっちゃってね、インタビューした内容がまんま僕が聞いただけでもお得情報になってるんですけど。あ、でも僕が聞いたのはあれだね、あの双子の子が出てくる話のやつでね、まあまあ PS2 と Wii で出てるんですけど、まあその話なんで、まあこれは関係なかったんですけど、まあでもその時にやっぱね、やったんで、プレイしたんで、まあとりあえず今のところはいいんですけど、まあいずれね、比較プレイをする日が来るかもしれません。皆さんはね、ぜひね、ホラー遊びたいなと思ったら間違いないんでね、ぜひどっちかのバージョンを触れてみるといいんじゃないかなと思います。ということで、この動画が役に立ったかどうかわかんないんですけど、このチャンネルにね、ちょっとこう、ちょっと持ち上げてやろうと思う方がいたら、ぜひね、チャンネル登録とグッドの評価をお願いします。以上、サッカーでした。